血の匂いに引きつけられるのは天意だけではない。こいつらを排除して地下の研究施設へ急ごう。わかった。来るぞ。サーダリー様、よかった、無事で。またあなたたちですか。天意がこの教会に迫っている。残念ながら今の僕たちには奴を止める力はない。モント、あなたは私を過大に評価しています。幾度となく100年を超える時を生きながら私は何もなすことができなかった。掲げるものなどとギルガメッシュから呼ばれて舞い上がり、己の武をわきまえず傍若無人に振る舞った結果がこれです。愛する資格もなく愛される資格もない。違う、僕には君が必要なんだ。だからモント、あなたはとても優しい。あの時も、いや、いつもそうだった。いつも。エキシアに聞いた。ええ、そうです。ギルガメッシュはどの勢力に指輪を授ければいいのか試行錯誤を繰り返していました。でもあなたは違った。いついかなる時も私たちを裏切ることなく常に誠心誠意尽くしてくれた。それなのに私は、私はただの卑怯者に過ぎません。私欲に溺れたことで光を見失い、堕落した恥ずべき男。どうか死なせてください。それでも僕は君を信じている。
ささやき、お前にも辛い思いをたくさんさせてしまいましたね。いえ。これは古代の遺物の探検。申し訳ありません。そうすればエキシアはまたこの教会へ戻ることになるでしょうね。あの方のお顔を見ていたら、私には探検を使うことなどできませんでした。いいえ、それでよいのです。彼女は自分の意志でこの教会から出て行きました。その意志は尊重されねばなりません。ラインベルク教会は本日をもってその機能を停止します。私が自由？ええ、お前に心というものが芽生え始めているのは私も知っています。教えていただきたいことがございます。何でしょう。私の知っていることでしたら何でも。マサチカのことです。気づいたか、この異様な雰囲気、一体何だ。なんという数。何としても俺たちをここから先へ進ませたくないようだ。ならば排除するまでです。エキシア殿。なぜここに。転移が進路を変えました。転移の進路が変わった。ではオベロンがルティアルのクリスタルを破壊してくれた。それはどうかな。どういうことだ。モント殿、あなたは急いでホルンへ向かって。転移の向かっている先はおそらくホルン。そんな、どうして。転移に群がる信徒は私たちが追い払った。でもまさか他の手段で信徒たちは転移を。
な、それもルティアルのやったことなのか。ホルンへ行かないとならない。みんなを退避させないと。そうね。その前にやらねばならないことがある。僕がやらなくてはならないこと感じぬのか。してる。エキシア様、チョコボをお借りしたい。構わないけど。モント、行くぞ。シュテルの気配を感じた。だったらこの子、使いなよ。ありがとう、助かる。こいつらの狙いは。ああ、チョコボのようだな。こいつらがただの化け物ではないってことだな。ではチョコボを始末し、俺たち二人をここに足止めするつもりだと。俺にはそう感じられる。しかしこれだけの敵を相手にチョコボを守り通すなど。自分の身を守るだけなら造作もないことだがな。クソ、どうすれば。どうした竜騎士。ビジョンか。兄貴、それにささやき。どうしてここに。ささやきに導かれた。そうか、助けられたな。この魔物ども、天意が呼び出した者たちだ。シュテル、お前はどうやら天意にとって厄介な存在らしい。なるほど、それで分かったぜ。マサチか。話はひとまず後だ。この化け物どもを始末しよう。こうして再び兄貴と共に戦える時が来るとはな。思い出すな、あの時を。兄貴、強かったな。いや、してるこそ。なのに俺はその夢を自分で壊してしまった。
守護者の務めとは何なのか、なぜ俺を戦に出さなかったのか。ああ兄貴すまなかった。してる。父上もきっと分かってくれていると思う。分かってる。俺はリオニスのために、このアードルのために自分の命を使いたい。僕も同じ思いだ。兄貴、その仮面。お前と戦った後、拾った。これを手にして、お前がどれだけ悩み、苦しんでいるのかが想像できた。常に僕は、お前と共にある。その覚悟の表明として。俺は全てを受け入れた。己の犯した罪も、そして父上の生き方も。では ああ、そうだな。おかえり、してる。ただいま、兄貴。うまくいっているようだな、あの二人。シテルのあのような顔を見たことがなかった。ええ。正気に包まれたリオニス城でシテルは変わった。あんたが連れて行ったのか。今のシテルの方がいい顔をしてるな。照れてるのかな。意味がわからない。じゃあさっさとこいつらを片付けるか。なるほど。シムール殿は東方の侍、シ王の同志で。よろしく。シテルがお世話になりました。それよりも兄貴、教会へ天意が向かっていると聞いたが。ホルメ、ルティアルがクリスタルを使い、教会の信徒たちを。ルティアル、オウィスの姫君が。ルティアルは危険な存在だ。つまり信徒を利用して天意を動かしているわけか。ああ。そのルティアルってのは今どこに。オベロンとアライアが追っている。
そうか。とはいえ、クリスタルを破壊しても転移が止まるわけではない。やはりマサチカが必要というわけか。マサチカのありかに心当たりは？目星はついている。え？そいつはどこだ？魔境と呼ばれる場所。確かにあの場所へ足を踏み入れようとする者などいないからな。聖地に隠されていたマサチカは教会とランダルの抗争を避けるようにして何者かによって持ち出された。我らはアードラ大陸全土をくまなく調査したが手がかりさえなかった。残されたのが魔境のみ。そういうことか。そうだ、私も先ほどサーダリー様から聞いたのだがな。いいのか、そんな大事なことを俺たちに話しちまって。条件。私も連れて行け。ささやき。サーダリー様から自由にせよとのお言葉をいただいている。ダメか。お前がいてくれると心強い。お姉様だけずるーい。フォセット、それにエキシア様。教会のことは私たちに任せて。ありがとうございます。僕はホルンへ向かう。俺はマサチカを手に入れる。私も教会へ戻ろっと。サーダリーのところへ。うん、お姉様がいない穴を私が埋める。まあサーダリーが許してくれればの話だけどね。ありがとう、フォセット。もう驚かせないで。あ、ごめん。サーダリーはなんて？聞かなくてもわかるわね。あなたはもう自由の身。無理して教会にいなくてもいいのよ。ビクトラと言ったわね。彼女もきっとあなたのことを待ってるはずよ。そうね、それもいいけど、私まだこの教会でやり残したことがあるんだ。だからそれをやり遂げてからかな、この教会を出ていくのは。
ルアーサ。その探検は？心配はいらないよ。もう君を悲しませるようなことはしないから。絶対に。サーダリー。ねえサーダリー、話を聞いてほしいの。また私を説得しようというのかい？転移の進路がそれたわ。ではこの教会へは？では転移はどこへ？ホルンへ向かっている。ホルンへ？モントは？ホルンへ向かったわ。ホルンの人たちを退避させるために。さっきモントにも話したんだ。でもモントは違った。サーダリー、私はようやく分かったんだ。君にも分かってもらえると思う。ええ、私もようやく分かった気がする。あるわ。エキシア、戦いましょう。あの時に戻って。戻れるわ。だからどこまでも私と一緒に。気がついたか。傷は痛むか？うん。お前が重くて休んでるわけじゃない。謝るのは俺の方だ。ガローザに一矢報いたあの一撃は見事だった。とっさに出ただけよ。だから前言を撤回する。ありがとう。下ろして。ああ。
こんな無理をしなくても。あれほど血の流された場所だ。しかも間もなく日が暮れる。そうね。こんな状態で魔物どもに遭遇したら。最悪ね。来たわ。くそ。私が。その傷で何ができるってんだい？お前たち、ガローザに命じられてとどめを刺しに来たか。そんなんじゃねえよ。借りを返しに来ただけさ。でもあんたはそんな私らを助けた。とっさに助けただけよ。さっきバルーシュが言ってたよね。修行の成果というのはとっさに出るものだって。ったく、わかんねえのかよ。俺たちはあんたの行いに心を打たれたんだよ。私ら自慢じゃないけど、子供の頃から悪いことばっかりして生きてきた。盗み殺し何でもやったさ。生きるために相当な悪党だって自覚はある。だから私らがどんなに困ってても手を差し伸べようなんて物好きはいなかった。この魔物どもは俺たちに任せな。助かったぜ。礼を言う。ありがとう。ガローザのところへ戻るの？あのジジイのヤバさはよーくわかった。もう関わり合いになるつもりはないよ。そうか。ここまでマサチカに関する手がかりなしか。不満がないの？君たちのような美女二人、いや三人に囲まれ不満を漏らす男などいない。のんきなものね。だが手がかりなしではどうしようもない。それはそうだけど。うんがー！姫よ、ご機嫌斜めのようだが。ミルニアに会えると思ってついてきたのに、一体どういうことでしょうな。そのメルニアとやらも六振りの刀剣を探しているのだろう。そうね。敵が六振りの刀剣のいくつかをすでに手に入れている可能性もあるな。ええ。お？
では夜が明けたら早速行動開始といきましょうぞ。聞こえる。星の声か。ラマダ、星はなんと忌まわしき力を探せと。六振りの刀剣ではなく正知を。ではメルニアを探さないってことですかね。そのことは星は教えてくれないのか。星が動き始めましたわ。今は眠りましょう。まったく意味がわかりませんな。寝言ですか。星のもとへ集えか。きっとラマダには心当たりがあるのでしょう。メルニア様、これは。この程度の魔物どもに魔害が遅れを取ることなど考えられぬ。では一体何者に。魔害が邪魔だったのか、それとも魔害側が何らかの理由で戦いを仕掛けたか。いずれにしても相手は六振りの刀剣、あるいはマサチカを探す存在。メルニア様、この魔害たちに何も思うところなどないが、魔害を調べれば何らかの手がかりが得られるという可能性もある。何か見つかりましたか。敵は相当の手だれ。しかも まさかこれをたった一人で。我らに備わっている自己修復機能もこれでは作動しないだろう。メルニア様。4006アルファだ。まだ生きている。何があった。ガローだが、ガロウ・ザは凄まじい剣技を身につけている。聞け、我はもはやこのまま朽ち果てるのみ。だがお前は
まだ生きられる。我に任務から外れろというか。知らぬとでも思ったか。貴様は損傷が激しい。知らぬのだろう、メリサ様のこと。メリサ様がどうした？亡くなられた。メルニア様。貴様は亡くなったのだ。戦う理由が。機能停止を確認。メルニア様、どちらへ？お供いたします。どこまでも。